今日からスタートしましたウィークリー YouTube 動画ベスト10。この動画は毎週金曜日と土曜日に最新 YouTube 動画1週間の再生数ランキングを発表します。これを見るだけで先週最もバズった動画が分かっちゃうんです。動画はだいたい10分弱、短い時間で最新情報が取れますので、移動中などのお供に皆さんぜひご覧ください。さあ、申し遅れました。今週は私、テレビ朝日入社1年目森山みなみがお送りします。どうぞよろしくお願いいたします。それでは私、森山みなみが11月27日土曜日から12月3日金曜日まで1週間の YouTube 動画ランキングを今回はジャスト6分45秒でお伝えします。それでは早速いってみましょう。ウィークリー YouTube 動画ベスト10、よーいスタート。まずは第10位、再生回数249万回、日本の食文化を世界に届けるチャンネルがランクイン。これ実は私も知らなかったんですが、見てみたらすごく面白いチャンネルでした。それはじゃじゃん、パクパク1日700匹のうなぎが売れる、兵庫カネオの1日に密着。こちらはですね、今年の7月にスタートしたばかりのチャンネルなんですが、20秒で注文が出てくる立ち食いそば店や深夜の屋台ラーメンなど、これぞ日本っていうお店の取材 VTR が派手なテロップや BGM もなく、ただ淡々と流れる動画なんです。もうとにかく見ていただいた方が早いということで、 VTR をご覧ください。今回は京都の老舗の地料理専門店、兵庫カネオの一日に密着。さばく、串打ち、炭火焼き、タレ漬けなど職人の技を30分にわたり紹介してくれます。この名物である大きな卵焼きを丸ごと乗せた錦糸丼は完成した。いやー、ふわふわあたって美味しそうですね。続いて第9位、再生回数269万回 NiziU オフィシャルチャンネル、ビヨンドザレインボー西の向こうへ。11月24日にファーストアルバム You をリリースしたばかりの NiziU のミュージックビデオがランクインです。こちらの楽曲はもともとオーディション番組のファイナルステージで6名だけで披露したものです。今回デビュー1周年を記念して NiziU メンバー9名で歌って踊るスペシャルバージョンが公開されました。いやー、NiziU のメンバーみんな可愛らしくてついつい踊りたくなっちゃいました。さあ、続いて第8位と第5位にはなんと同じ人がランクインしているんです。今大人気の5人組 YouTuber、 皆さん分かりますかね、一体誰なんでしょうか。2つ同時にいきますよ、せーの、じゃじゃん、そう、コムドットさん。第8位は284万回、賞金100万円を使ってグランピング旅行。第5位は327万回、最強のアホ5人を集めて YouTube バカ王頂上決戦です。コムドットさんは2018年に結成、チャンネル開設からわずか3年で登録者数はなんと290万人を突破。大人気ですね。24時間泥系をする企画や本気で缶蹴りをする企画など、数々の人気シリーズがあるんです。こちらも VTR をご覧ください。はい、ということでパーキングエリア到着しました。さあ、今回は運動会の企画で見事勝利した赤組チームのご褒美旅行。コムドット、バンバンザイ、平成フラミンゴなどの人気 YouTuber が集結、みんなでグランピングをするという動画でした。仲良さそうで楽しそう。さあ、続いて第7位にはポケモンキッズ TV、 第6位には海外の美容動画がランクイン。続いて第4位、再生回数336万回、ランクインしたのはおのこま系ファミリーチャンネルということなんですが、1週間で300万回以上も見られたファミリーチャンネルって、それはじゃじゃん、カエデアータンファミリーチャンネル。カエデアータンが公園で怪我しちゃった。こちら田舎で暮らす4人家族のほのぼの動画です。今回は公園で怪我しちゃった設定で子供たち2人の手当てごっこ、英語の童謡に合わせたコミカルな動画になっています。ささ、
4位までお伝えしましたが、お子さん向けの動画や美容動画など様々なジャンルの動画がランクインしていますね。さあ、ということでここでブレイクタイムです。私森山のちょっとした小ネタトークを挟んでいきます。実は私熊本出身なんです。そこで先日こう地元の味が恋しくなって都内の熊本料理のお店に行ったんですよ。そこで懐かしいものがあったんです。それがちくわサラダというもので、ちくわの中にポテトサラダがギュッと詰め込んであって、それを揚げたものなんですけども、まあなかなか聞いたことがない方も多いと思うんですけど、これが熊本のソウルフードなんですよ。でもそれを食べて熊本にいた高校時代、部活帰りに食べたことを思い出しました。熊本に行った際はぜひ食べてみてください。さあ、ここからはベスト3の発表です。第3位、再生回数455万回、登録者数なんと1060万人、大人気キッズチャンネルがランクイン。それはじゃじゃん、千桃 IC チャンネル。桃千之助にケーキを取られ泣く。いやー、キッズ向けチャンネル大人気ですね。こちらは千之助、桃子、愛子、シロウの4人の名前を取って千桃 IC チャンネル。そう、こちらは4兄弟のチャンネルなんです。今回ランクインしたのはなんと2011年3月に公開された動画です。10年前の動画が再びバズったということなんですね。すごいですね。ちなみにこのチャンネルの10年間のトータルの再生回数はなんと10億回超えだそうです。すごすぎます。そして第2位には再生回数865万回、ウェザーニュースの動画チャンネル、番組開始10秒でやらかして謝罪がランクイン。そしていよいよ先週1週間で最も再生された動画の発表です。栄えある第1位は再生回数なんと894万回、じゃじゃん、ワーナーブラザースジャパンアニメ公式 YouTube チャンネル、ジョジョの奇妙な冒険ストーンオーシャンのオープニング映像です。大注目アニメのオープニング映像がおよそ900万回再生され堂々の第1位でした。ということでウィークリー YouTube 動画ベスト10はご覧の通り。皆さん動画を見る際はぜひ参考にしてみてください。チャンネル登録もよろしくお願いします。明日はウィークリー芸人動画ベスト5をお届けしますので、こちらもお楽しみに。それでは皆さん、良い週末を。